18文の、毎度言う通り、この弁道話というものは初めて、現像、消防現像の一番初めである。そしてまた、中国からお帰りになったのが28歳で、これをおしたためになったのが32歳である。不覚さ感謝の、時代であろうと思われる。善というようなものは、これは、ちょうど、歴史的には七年、道元禅師まで七年あるけれど、本当の、禅、これは仏祖聖伝の禅というものは、道元禅師が初めてだという。第十七も当店は実験の心を聞くんと。実験というのは、検討というのは、天は因果のこと、党は自分のこと。検討の心を聞くに、あるいは私の声を聞いて道を悟り。これは狂言という人が掃除しとって、ガルキがやって、一躍諸中を坊主と叫んだ。だから竹の声を聞いて道を悟り、あるいは花の色を見て心を諦めるものあり。これは霊文という人は、桃の花を見て、道を諦めた。三大剣を尋ねるのか。は葉が落ちまた枝を抜けず、いや葉が落ちたり枝が折れたり、十日を一見しておりなし、直に今に至ってさらに疑わずという詩を作ったり。だから悟ったということは悟ったことのないもので、また座禅もしたこともないもので、その、悟ったということがわからん。どんなのが悟りということ。それのために仏法というものは大変にこう誤る。岩屋釈迦大師は明星を見しとき、道を照しと、夜明けの明星を見て、ああ、来なるか、来なるかな。我と大地と不浄と同時に浄土を三千草木しっかり浄土する。じゃあこれも、空前してしまうて、言葉だけはすぐわかる。字だけは読めるけれども、そうそう、ああ、来なるから来なるから、我と大地と不浄と同時に浄土を三千草木しっかり浄土する。三千も草木もみんな成仏したという、その成仏ということがわからん。わからんとそれで、疑っておる。阿南尊者は摂関の倒れしところになる。これは迦葉尊者に道を通った。すいん。金蘭洋僧侶の方がこの内容が通るやと。それで歌唱のアランという、はいという、摂関を到着せよじゃ。摂関というのはね、インドでは、まあ日本では、この間もどこかで三千回は、ウィンの交渉時か、禅というポスターが出てたが、あんなに普通にポスターや看板の代わりに、旗を立てる。それも摂関旗という。で、摂関を到着せよじゃ。そこで阿南が道を得た。だから摂関の倒れすところに法を諦めし、のみならず、六代よりっていうのは、ダルマさんから六代。ダルマさんから
六代の間、それから六代の大官への大和尚から後政権南学というのが出て、それからたくさんの、偉い人が輩出したというそれ六代より後、そこで五家の修復寺全が五派に分かれた。相当とか相当とか臨済とか文門とか、方言とか、こういう修士が分かれた。それを五家という。五家の間一言半句の下に真珠を諦める者をし、真珠を諦めるって真珠を諦めるというのはどういうことか分からん。分からんもんじゃが真珠を諦めるということは空回して小弟子だけが読めるんだけれども、どういう意味かわからん。で、彼ら必ずしもかつて座禅弁道せる者のみならんやと、座禅弁道したものばっかりじゃないじゃないかと。そこで示していた、古文に見識の新聞賞五道摂氏当人ともに弁道に異議量なく、見識明神着尊が保証を見たい、あるいは桃の花を見たい、竹の声を聞きたい、見識明神門将五道世子当人、その五道人ともに弁道に義量なる。義量というのはこれで何をしようという不所得心がない。はしご段登るように、私が丹後の四つ筋を折るときに両軍北条がはしご段登るようなもんじゃないと、一つ二つ悟りがこう一つ二つこうボタボシをボタボシを丸めて一つ二つというようなもんじゃない。私は悟りとうで少年もじゃから焦ったところが、今度はそんなに焦らんでもいい。で、そこに弁道に異議量なく、いや、悲観ただっていうのはただだぜんする。はぁ、世の中はただは何にもせんね。ただするっていうのは私は大変なことですよ。何したって料金がいる。ただのものは何にもない。ところが、仏祖聖伝の座禅、これはただする。それは弁道に義義量なく、直下に大二人なき言葉知るべし。これも大したことです。誰も名代はね、俺の名代はどこにもないんじゃから。妻でも子でも俺の名代はないんじゃから。それだから、することなすことは皆ことごとくこれ実相でだけなんだ。それが直言大人なきことを知るべし。と言うても、仏法のわからんもんにはこの次元大事になしということがわからん。次に第十八問、問答の一番の終わりである。到底曰く採点及び診断国は人もとより出力ない。日本人が体は沈蓄流やし、学問は少ないし、こせこせしとるし、これは中国行ってのんびりとした
大抵行った人がこれは田舎へ行ったんじゃない、都へ行ったんじゃない、つまり設定節操という、今で言うたら甲州や蘇州、それから民法までの間、この五三十節のある文化の中枢に行ったんである。それだから非常にこれは、日本人は引け目を取るのは当たり前である。学問も少ないし、背丈も伸び伸びしとるし、だから採点及び、まあ、この時分には採点に行っても、要は鎌倉時代の人が、インドいうことでな、地図まで作ったりしてね、掘り落とすがいかによかったんで、インドはもうその時分には仏法を滅びとるんで、それはいかによかったんで、どういうところを思わんときゃいいんだ。けれども中国はこの時分には非常に文化が、進歩してる。つまり隋唐の時代、非常に文化が、進んでおる、けれどもまあ文武だからね、唐の末などはもう殺し合いばっかりして、天使でも三日坊主で、殺されたり、いろいろしておるから、そういうことばっかりではないけれども、日本からこう中国を拝んでおると、中国は立派だけれども、日本はつまらんと。ああ、日本でもその自分に何があるってや、源平、方言平治から、まあ、小級のら、まあ、めちゃくちゃやな。その自分にこう日本から、中国を認めるとよっぽどいいものかしらと思うのは当たり前。だから採点及び診断を具合と。人もとより数字きない。素直である。中華の力をしむるによりて。仏法を供給するに意図を早く輸入す。馬長は、昔より人に人数少なくして、少数積もれがたし、まあ、中国を、眺めて日本を言えば、何もかもこれは、見劣りするに決まっておる。万有の力をしむるっていうのは、中国というたら遠い南蛮北天西遊というて、東西南北は皆野蛮国だと思っておった。だから万有の力をしむる、恨みじゃないんや。この国の出家人は大国の財家人にも劣り、この頃日本の仏法は末法から始まってるし言葉があるな。最初からは嘘族の仏法から、ご祈祷の仏法、江戸鎌倉時代の祖師たちが謙遜な言葉を使うておるけれども、謙遜な言葉を使うて、消防をこれえぐり出したね。まあ法然親鸞道元というのは、というふうに初めて消防が、鎌倉時代になって初めて消防が、世に現れた。仏教の歴史を見ると、万妙なものがたくさん出てくる。
大抵貴族のご祈祷やら雨乞いやら雨の降らんこともあるわね雨が降ると僧正が漏れたり、お天使さんや皇后さんのご祈祷して病気が治ると、莫大な褒美が漏れたり、僧正になったりそんなようなまま、じゃあ道元禅師は聖霊の祖道我品菓子に勤む月に釣り雲に耕して古風をしたのです。いや、インド仏法を直通で伝えたのはわしだと。聖霊の祖道我品菓子に勤む月に釣り雲に耕して古風をしたのです。決して、昔の人は偉いのじゃない。けれどまあこの日本人はこう思うてる。なるほど、外岡とか、あるいは、いろいろ中国には偉い孤児がある。これにもあった。大臣になって、横になって寝ることがない座禅にしたなり寝るというような人もで方孤児のような偉い人もある、それから、中国人はこの国の出家人は大国の大家人にも劣れん、それは日本って言うたら、僧兵ってのはおかしいやねんか。僧兵、あれはわずか電磁持っとるならば、スズメ多いだもんな。鳴子の砂ひでガランガランでいいんだけどもさあ、お寺には莫大な電磁がついたもんじゃから、そこで、あれ、財産も守るのあれは守備兵だから。それがおかしいのは、ならんね、なんぞ法要があるとね、大仏さんでも入つくよとか、なんぞ大きな法事があるとね、僧兵、霊寺の大工や社官をね、借りを集めて僧兵の装束つけてね、行列の中に入れるんや。あれは恥じゃないんじゃないかと思って、不思議でたな、ね、こんなものもね、入れんでよかるわと。今ではね、昔ならね、フラスで多いの、守備兵がいることは決まってるけど、何もない地方に守備するほど財産あれへんねんから、あんなこといらんそうなもんじゃけど、今でもね、大きな法要があるとね、まあ、大仏さんの供養とか、法隆寺でも聖徳太子のご恩義とか、なんか出てくる。ちゃんと聖徳が取ってある。で、これはその、万人の叱らしむるところよね。だから、この国の出家人は、大国の大家人にも劣れる。そうして、その自分の、政治家でも、軍部でも、この、なんとや北礼の僧兵を買収せんと、これは戦に勝てんだという。だから、この国の出家人は大国の大家人にも劣れ。恩成寺と延暦寺と席争いしたりね、バカな話やけど、そんなことが残っとるやねんか。俺の方が神座る、俺の方が神座る。まるで子供の閉店ごとみたいな。それだから、この国の出家人は大国の財家人にも劣れ。個性を愚かにして信療強症なり、料金が狭い、深く浮いの
の功を失して自相の善を好む。形に現れた善を好む。見える善を好む。格納ごとくの輩、立てられんすというとも、たちまちに仏法を生じせんや。まあ、こういう問いが出てくるわけである。以上の問いに答えに示していわく、有眼ごとし、我が国の首都未だ人知あまねえから、首都また右極なり、たとえ正直の仏法を示すとも、甘露かえりて毒となりぬべし、如理には赴きやすく、爆臭はこれ煩悩執着、とらけがなし、なかなかこれが、解けないのである。と、一応これを肯定して、しかはあれども仏法に挿入することを必ずしも人間の節をもて出世の習慣とするにはあらず人間のこの節この節をもて仏法を出世の習慣、出世間の渡し船とするにはあらず、仏財世にも手回りによりでと、これは雑法蔵経という経、雑法蔵経。雑法蔵経というお経の中に、非常ないたずらな青年僧があって、非常に真面目な、晩年僧の老僧があった。ああ、道が痛いっていうので一生懸命な。ほんと青年僧のいたずら小僧が、老僧、ああ、悟りたいか？よし、悟りました、こっち向け。そして、老僧にごちそうさせて呼ばれてな。そうしたら、たまに周りをこう、バン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 と、周りを投げて、それ、昭和の悟り開いた。昭和の悟り開いた。さあ、今度は第二回やぞ。何か、あ、何か、おう。またバン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 。それ、何か。第2回、今度は第3回、あそこに向けて、バン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 で参りない。それ第3回。さあ、今度はもう卒業だぞ。第1回の裸眼。こっち向けて、バン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 。それしかの悟り。それで、しかの悟りを開いた。そこで青年僧たちは、もはや老僧の人相から違うし、そこで平伏をして、道を、聞いて、その青年僧もまた道を得るということがある。それが手回りによりでじゃ。しかも少し、下山をかけてない道を諦めし、というのは、うばらけびこにと、これは蓮華式びこにという。これは過去において、遊女であった。余興に、袈裟をかけて踊った。その次が甘になった。その次の章に、
釈迦牟尼世尊の身より生まれて、それもなかなかこの元が遊女やったから、その遊女の続きだから、非常に面白い、非常に美人であったが、自分の夫を母に取られた。妙な気持ちになって、家を飛び出しました。途中で腹が減るし、疲れるし、倒れておった。そこへ、長者の息子が通って、解放してくれた。そういう人家に連れて行って、着物を着て、化粧をさと、どうもない美人なの。お前のこと、身寄りあるかと、身寄りも何もありません。わしの女房になってもいいのかとしてくるから結構やとんでなったり。大御所は長者の、女房になって、毎日甘い生活をしておった。こうしたところが、主人が大正で、砂漠を越えて遠い国に行って、貿易をやる。これがちょうど仏教が来た。仏教とは日本の普通でいうと4月の15日から7月の15日まで、その仏教が来たんで旅ができない。それで滞在しておる。毎日毎日滞在しておるので、どうも台風ってしょうがないので、そこらば集合を歩くというと、友情間違える。遊女町を覗いてみると、自分の女房の連携がちゃっとも違うものがある。ホールでは、それを凍ったわけだ。凍ってみると、顔が似とるばっかりだし、体中のどこかも筋肉の、触りもみなりとる。あんまり似とるもんだから、まあ、毎日連携のつもりで、毎日通った。さあ、雨が止んで、大正、国に戻った。国に戻ったところが、さあ、前に似とる娘を連れてきたぞというわけにか。そこで、近所にどこぞへ預けておいた。さあ、今までは一晩でもう、家におる間は、夜で泊まる気遣いはないのに、今度は時々人が置いた二晩を君に吹っ飛ばす。何でも何でやってるので、連議場が、あんたは何でも何でもありゃせんかと。そうすると、実はお前とちょっとも違わん、そのお団子を持って、それを買うて、それは、もう帰るって言うたら、連れてってくれって、泣いて泣いてしょうがないって、連れてきたと。あんなら何もうちに連れてきたらいいじゃねえか。それはうちに連れてきて、当分仲良しておったが、神を言うてやるのに、二人の顔が、ちゃんと違う顔をしてるんで、お前は国はどこで、名は何て言うので、親は何て言うだけで聞いたら、前の夫のところで産んでおいた子供だった。前の夫は母に取られ、今度の夫は子に取られ、よくよくこれは、業の深いというので飛び出してしまった。飛び出して今度は男を乗ろうというので、また今度は遊女場に行って、遊女場の、大姉子になったわけ。その浄化に毎日木蓮が説法に来る。まず木蓮の説法を聞いて、みんなバラバン教が仏さんの弟子になる。そこでバラバン教の方で何とか対策をせるなら、これどうしたらいいんじゃろうか。それは何でもないことじゃ。木蓮を女子に武器させてる。
ボケるじゃろうけど、ボケるかボケんか、ちょっとやってみようかな。それから城下中の遊女に募集したところが、いや、私にはとても、私にはとてもで、みんな尻込みしよる。とうとう連議場に番が回ってきた。うん、その木蓮というのは男ですか、女ですか。それはもろん男です。男とはやってみましょう。それからまあ、いろいろ、説法して帰る時間、それはいつも日の暮れ。そして通る道、どの辺も通る。そしてそいつも修理しなければいかんが、日の暮れの暗いところで、病人になって連議場が病人の格好をして寝転んでおる。そこへ木蓮が通りかけた。木蓮がこう見るっていうと、木蓮ってやつは神通第一木蓮尊者っていうんだから、神通っていうとはドンドロンではない、神通っていうとは意志が堅固であるっていうことと、第六回がよく働くっていうことだ。そこでビーンと来た。あ、こいつはいけねえと。そこで木蓮はさっさと言っちまった。これ、人間でも男なら一つやってみましょう。大概の男ならもうぐにゃぐにゃになること決まっとるのに、どうも木蓮がおかしい。そこでその木蓮の後を追っかけて、もし木蓮様、もし木蓮様、もし木蓮様、だんだん追っかけていったところが、とうとうお釈迦さんのお膝元まで行ってしまった。はぁ、お釈迦さんが前来御国とかよーい来たろうと、そこがその、豪なり、豪じゃない、それが、お釈迦さんの方面で、過去に袈裟をかけて、尼になり、尼になったけれど、解放を犯して、地獄に落ち、地獄から出て釈尊の世の中に。そこで、長い間のこの続きで、とうとう、大穴かになった。釈迦殿の中で、尼として最も活躍したのがこの蓮華経です。それは袈裟をかけて大道を諦めし、共に御庵の輩、地教の竹類なり、こんな陰謀をやってました。ただ昇進の出すくるところ、惑いを離れる道あり、また地牢の御具、これも雑法造経だが、今日初めて坊主になって、宅発に行かんなら、ここで白髪に出かけたところが老僧だ。地牢の美具だ。なんも知らん。ボンさん、白髪に行ったところは、おばあちゃんが、どうぞお入りくださいご供養いたします。それから中へ入って、大概は鉄板で漏れてくるんだけど、そこにはまあごちそうしたものと見える。なんともないごちそうしたけど、大きいごちそうさん、大きいごちそうさん呼ばれた。呼ばれてもらえないけども、まあ、お膳引いてから、せっかくおいでくださいましたから、どうぞ、ご説法をお願い申します。おばあちゃん、もう真面目だ。そう、こっちは何も知らん。まだ坊主だったばかり。あんまり何も知らんから、ざっくばらんで何も知らんとも言い遅れしもたんでも、とうとう言えなくなって、そこで見つめて。そうそう、おばあちゃんは、ああ何あれか、三昧に行ってくなるそうなので、こう、老僧は老僧で、これはまざくならにわしは何も知らんねえって、言うわけで今さら言うわけにいかんし、じゅーっとこうしておばあちゃんに眠りでもしてくれるなら、1時間も2時間も3時間もじゅーっとするもんだが、おばあちゃんでは三昧に行ってくなるそうなんだ。三昧とかの騒ぎはこっちはガタガタ震いしてる。
そこでね、そろーっと細目を開けてみたら、おばあちゃんが宣言を聞こえてる。よし、この間に逃げてやるとかで、それ逃げそうだ。とおばあちゃん、こう、もっと見たところが、ローソーだ。これは人数的で、私が居眠りに越えておったので、アイスを使って逃げなさったそうだ。これはアイスマンと思って一生懸命追っかけた。追っかけたところが、ローソーを破るため、逃げ込んで、やっとるところを足を使ってひょっと見たら、おばあちゃん、うわっと、おばあちゃんは五体も大事に投じて、私のような不らしな、せっかくご説法をくださるところをもう、居眠り国というのは、まことにどうも申し訳がない。天領法が、そして顔と顔と見合ったときに、二人とも悟りを開いた。と悟りというのがどういうものかということをこれでも分かるよ。知らなべくもくだせしごを見て、節制の真如。才というのはおとぎということで、悟りを開き、これ地によらず、不意によらず、言葉を混ざる、語りを混ざる、ただしこれ、昇進のに助けられない。まっすぐに老僧を信じ、この老僧がまたまっすぐに。だからこれは学問の力でもなければ、世事の力でもない。また、借境の三千街に広まることは、わずかに2000や年の前後に、この自分にはまあ2004年になっておらんけれども、節度の品々なる、必ずしも人知の国にあらず、どんな野蛮国もあるわけにある。人また必ずしも理智聡明のみならんや。しかあれども、如来の称号をもとより不思議の大功徳力を備え、時至れば節度に広まる。人まさに昇進修行をすれば、理論もわかず、等しく得道するなり、我が町は人知の国にあらず、人に次愚かに、大事として、仏法を得すべからずと思うことなかれ、どんなものでも、いわんや人皆般若の少主豊かなり、どんなものにでも皆これ、般若の少子というのが、誰にでも不足しておる、これは仏性である。仏性というものは、いかなるものにでも不足しておる。だから、般若の少子豊かない。誰でも仏性はあるんじゃけれども、そいつをなるほどと、また諸法実相という言葉もあるが、諸法実相だからみんな実相なんじゃけれども、みんな妄想ばかり出て実相が現れるのは、これは上等することまで、上等ということは承知することです。要は、我々も子供の時から、我何人の釈迦、何人の釈迦も人なら我も人という、そういう、それを上等することまでに。いや、諸法は実相であるんじゃが、諸法実相というんじゃから、誰も差別のあるわけはないんじゃけれども、そいつを上等することまでに。
受容することいまだ好きだらし、まだこれを受容することが、できないのである。受容さえすれば釈迦も我も同じ、上等しさえすれば釈迦も我も、諸法実相、般若の少主豊かなり、豊かであるけれどもそれは受容することいまだしきならし、これで18の問答が終わった。これから次はいよいよこの18問答のくくりである、先の問答を終わらないと。さあ18番の問答、問答往来し返事走行、つまりこれは仮説の問答であるから、道元禅師が、こういうことを日本の、仏教者は疑いませんかというようなことを、その自分の人の疑いそうなことを問いにして、それに答えたのがこの問答である。だから貧樹走行すること乱りがわし、行くばっか花なき空に、これは仮説であるから、仮説の問答であるから花なき空に花を流しむろ、しかはあれでもこの国座禅弁道に起きて、いまだその終始伝われ、知らんと心出さんもの悲しむべし、この家にいささか遺跡の検問を集め、つまり中国の検問を集め、明治の心血、これは心血は真実の不潔、この真実の不潔、大事の筆文を記しとどめて、山岳の寝川湾に三千学堂をしたいと、志願する、に聞こえんとす、聞かしてあげたいと思う。この他に宗麟の規範、宗麟の規範というのは宗麟にはいろいろな、つまり百条の審議、近くは前言審議、直中審議、いろいろ審議があるが、その審議も、時代によって、だんだん変化しておる。で、その宗麟の規範および寺院の格式、今示すに意図もあらず、早々にすべからず、後に道元禅師も永平審議というもの、つまり天祖教訓、伝道法、それから不宿本法、それから大太鼓法、教中審議、知事審議、それから現像でも十運動式、戦場の巻、戦面の巻というような、のが皆この、宗麟の規範です。および寺院の格式今示すに人もあらず、それは後に、永平審議というものが現れる。いやまだ早々にすべからず、おおよそ我が町は流海の伊東に所して運営はるかなれども、流海というのは、つまり、形で言えば日本海のことである。流海の伊東に所して運営はるかなれども、金明陽明の前後より、この順から仏法は日本に入り、陽明天皇の王子に聖徳太子が生まれ、水後天皇の御代に、
正万行、法華経、入魔経というようなものを、これは聖徳太子が、お解きになり、それから三行の偽書というようなものがある。で、修法の仏法、仏法には東を持って物の起こるところ、南を持って物の栄えるところ、西を持って物の収まるところ、すなわち修法です。西ということは修法という、北を持って物の滅するところ、東西南北でそういう約束がある。だから修法の仏法、当然する、これすなわち人の幸いなり、これは幸いは俗語やから先生えなりというのが、というまあ批判する人もあるが、とにかく、幸いということである。しかるを妙想自然刺激を乱れて修行のところを煩ろう。実際は日本の仏法というものは、これは非常に、いや日本ばっかりじゃないが、インドの仏法が順序を立てずに翻訳して、翻訳したものが皆、日本に入る。そうして、どうという決まりはない。つまり言うと八戒不肖という、不捨衆あり、常実衆あり、立衆あり、発想あり、三論あり、天文あり、天台あり、神言あり、こういう理屈で、妙想自然刺激乱れて修行のところを煩ろう。実際、有意識のようなものをやっても非常に煩雑なんです。だから私らが、まあ若い時に有意識やる自分では、これ反射哲学という非常に反射である。だから妙想自然刺激乱れて修行のところを煩ろう。どっちを向いて修行したらいいのやらわけわからない。ことに真言宗っていうのもの、真言宗をやる者は、人間の学問から、小乗から、権大乗から、実大乗から、つまり天台見聞までやって、で、十で十段に分けるのであるが、非常に密教というものも複雑なもんである。で、それにおまけに自相というものがある。これにみんな約束がある。だから、こうすればどうなるか、あるいはこうすればどうなる、いや、こうすればどうなる、こうすればどうなる、合唱だけでも十二通りある。十二合唱で、合唱も、こんなんもあればこんなんもある、こんなんもあれば、こんなんもある、十二通り合唱がある。だから密教はそう単純なんじゃない、非常に複雑なんだ。今それは妙想自然刺激乱れ修行のところを煩ろう。早い突を障害としている。これは我々の生活は早い突を破れごろまに掛け番、突というのは大漁期のこっちゃが、俗に言う鉄板のこっちゃが、それも、掛けた、あるいはつなぎ合わした。だから早い突を障害として千貫百石のほとりに違いを結んで、た
三座四連四論に千眼百石、誠に、すがすがしい誓願である。三座四連四論に仏光上の字たちまち現れて、仏に至ってなお仏を求めると、我々の、修行は悟りに始めなく修行に終わりなしと、これは違いを結んで断座修練するに仏光上の字たちまち現れて、仏に至ってもまだ一服がない。平常老僧に「なぜにせなぜにせ」って言うから「あんたは今どうですか」って言ったら一服しとるって。え、息子を一服したら正直者になりゃまだあんたはもう盗まんのかじゃ一服しとるって、それはもう正直者になっちゃう。正直者が一服したら盗人になる。座禅も一服したら座禅しない人間になるわけ。だから仏光上の字たちまちに現れて、一生山岳の大速やかに布教するものだ。あれでも、ああ人間に生まれてよかったと、ああ仏法に会うてよかったと、そうしてこの終わりのない修行、始めのない悟り、だからこれすなわち霊山ですよ。霊山はお釈迦さんじゃ、唯直なり外直なり計測の違法なり、計測は多少存じゃ、その座禅の義足は杉ぬる家族の風呂先週せし、俯瞰座禅儀に営業をすれし、それ仏法を中国に愚弄すること、これはね、仏法を国中に愚弄すること、仏法を広めるというのは誰でも王直を、直命を受けて仏法を広めるのが日本の、どの、祖師も、例えば元行でも桓武天皇やろ、弘法でも、嵯峨天皇やろ、国王の、許しを受けて、そして仏法を広めるのが当たり前である。だから永世禅師でもそうである。永世禅師は禅宗と言わずに、あれは、養生流という密教の祖師である。そんな風で、王直を祀らしといえども、再び霊山の付属を思えばと、これは輪王般若経というお経の中に、仏法は国王大臣に依属して言うた、世界中の国王大臣よ、どうぞ仏法を、これは、権力者がもし仏法に、を嫌うならば仏法はたちまちに滅びるから、その権力者である、国王や大臣、これに仏法をどうぞお前さんたちこの仏法の用語を頼むぞよと、そういう意味が輪王般若経にある。それも霊山の遺族を思えば、
今百万億節に現出せる国王総称皆共に片付けなく仏直を受けて縮小に仏法を誤示する疎開を忘れ将来せるものなりと、これをひっくり返して言うと仏法を誤示するために国王になってきたんじゃないけど、だからそいつを謝るというと南ベトナムの大統領のように、その犯罪を言ってしまう。だから誤示する疎開を忘れず将来せるものない、その恐縮境恐縮境で仏法教教を恐縮境警戒いずれのところか仏国土にあらざらん。この家に仏祖の道を流動せん。必ずしもところを選び、縁を待つべきにあらず。ただ今日をはじめと思わんや。今始まったことではない、国王大臣に付属すという、領事選において、世界中の国王大臣に属した。だからただ今日をはじめと思わんや。しかあればすなわちこれを集めて、この座禅の、ことを集めて、仏法を願わん結晶、合わせて道を徒歩来、道を求めるために運輸を表記して芦田駅小寺駅仏法を訪ねる山岳の真理真実の友柄に残すと、それで18番の問答を、終わる時に歓迎可能と、中秋の日、8月の15日や仏祖伝法者も道元記すと、長くはこの苦道具をもってあまねく一切に及ぼし